リゾドスは食べてみると、意外に美味しい魚で、小豚たちは大満足だった。よかったにゃーん。いだっです。今のは。いつの間にか、酒を飲んだデボルとポポルが氷変し、人形たちを赤い顔で投げ飛ばす。こうして時は過ぎていったが、しばらくして、酔い覚ましに散歩に出たデボルは、密談を耳にした。 主人公さん、全然いませんね。ここは消滅後の世界線みたいです。こうなったらデパッグメニューを使ってポップアップさせましょう。主人公さんと、ついでにカイさんも連れて行くのがいいですね。 おい、今の話はどういう意味だまさかあたしたちをだましたのかだましたらなんて人聞きの悪い我々を自ら案内してくれたのがデゴルさんとポポルさんでしょ I'm <laughs> so 私たちは仕事に戻る激高したデボルに攻撃された人形たちが耳障りな声で笑う続きはなかなかやりますねでは我々もの手を使うことにしましょう疑心と暗記の瞳が怪しく光るなうっなっ精神システムへの干渉を認知し デボルはよろめいた。き、貴様ら。あなたの心に常の記録を植え付けてあげました。でも安全にも見込まれてください。デボルの視界が、瞬く間に色を失っていく。 気づけば、辺り一面が白に塗りつぶされていた。ここはどこだぽつりとつぶやいた瞬間、四方八方から罵声の嵐が巻き起こった。叩きつけるような演奏の声に、デボルはたまらず耳を塞ぐ。どこかに出口があるはずだ。真っ白い空間を怒号に追われながら走っていくと、 前方に、見慣れた後ろ姿があった。ポポル、お前もあいつらに干渉されたのか振り向いたポポルの顔が、憎悪に歪む。うるさいのよ、失敗作が。 ポポルデボルが私を置いて先に行ったあっもうこの世界では生きていけない、はああ 私たちの千年は全部無駄になったもうやめてくれこんな感じ デボルが叫ぶと、渦巻いていたエンサの声も、ポポルの姿も書き消えた。呆然とするデボルの前に、今度は疑心と暗記が現れる。こんな世界に未練がありますかあなたも我々と共にライブラリに行きましょう。ライブラリならあなたの欲望が何でも叶います。さあ、こちらへ。痺れるような歓言に、デボルの瞳に迷いが浮かんだが、 デボル、それは偽りの記憶よ。どこからともなく聞こえてきた懐かしい声に、迷いは即座に消滅した。 デボル、大丈夫悪い。面倒をかけたね。優しい声に揺り起こされるようにして、デボルは正気を取り戻した。残念あともう少しだったのに貴様ら、あたしの中のポポルをもて遊ぶなんて許さないお前たちは、ここで倒す。デボルとポポルの怒りに舌打ちし、 疑心と暗記は、三匹の小豚に囁く。仕方ありません実力講師であの二人を捕らってしまいましょう勝ったら美味しいデザートですよ。ほんとじゃあ、頑張らなくちゃやる気になった小豚たちが、一斉に動いた。 この魚も美味しかったけど、デザートもあるなんて、楽しみだな早く食べたい話が通じなさそうだな。双子と三つ子、気が合うかと思ったけど。仕方ないわね。たとえ残りわずかだとしても、この世界を、 監視するのが私たちの役目だ。最後まで、監視者の役目を全うしないとな。 みんな大丈夫 死闘の果てに、死に伏せたのは、三匹の小豚だった。疑心と暗鬼も機能停止に陥り、物言わぬ人形となって転がっている。だが一方で、デボルとポポルも、激しく損傷していた。デボルは生体機能を失い、ポポルも、内部パーツが剥き出しになっている。やりたかったこと、思い出したわ。 倒れたデボルに、ポポルが這い寄った。私、デボルの歌が好きなの。デボルと一緒に、もっと。互いを求めるように伸ばされた手が、重なった直後、二人のまぶたが落ちる。時刻はちょうど、ゼロ時を指すところだった。 あれここはどこだろうイシンとアンキがいないねどこに行っちゃったのかなおいしいデザートはどうだったの私たちあったんだっけお腹が減ってよく思い出せないな何か食べたいねもう帰ろうかな賛成 ツアーの続きはライブラリーでやろうね